皆さんこんにちは、こんばんは、トムです。秋到来ということでですね、今回は秋に見られる渡り鳥たちを探しに林道にやってきました。で、今回ですね、いつも来る林道とは違う林道に来てまして、やっぱり林道大好きトムとしてはですね、林道のレパートリーを増やしておきたいわけなんですよね。なのでちょっと新しい林道を開拓しに来ました。結構ね、雰囲気はいい林道なんですが、まだ鳥の声より虫の声のが多いですね。安定のというか、なんというか、まあ林道あるあるなんですけど、最初マジで鳥の気配しませんね。キジバトが飛んでいくのは見えたんだけど、それくらいだな。でもうね、秋、これまあ秋あるあるなんですけど、今日も霞んでるな。そのうち霧に見舞われるかもしれませんが、とりあえず行ってきましょう。トビがいましたね。ちょっと農道の脇の電線にトビがいます。若干若い個体かな。お、鳴いてくれてますね。久々にトビの鳴き声取った気がする。トビの鳴き声ってね、猛禽類の中ではやっぱりかなり綺麗ですよね。まあ、猛禽類ね、みんななんかそう、なんかピーとかね、ピャーとか意外とみんな可愛い声出すんですけど、トビは特にやっぱり可愛い声ですよね。顔も可愛いですしね。この時期の鳥たちは本当鳴かないんでね、動きを、目で動きを見つけて撮るしかないんですよね。葉っぱがだんだんと色づいてきて、しっかり季節は進んでますね。秋の気配を感じます。ようやく涼しくなってきたな。うわー、久々のコゲラだ。逆光でめちゃめちゃ、真っ暗すぎるかけど全然まともに撮れねえ。さて、最初の野鳥はコゲラですね。日本で最小級のキツツキなんだけど、早いな。すげえ上から葉っぱ落ちてくる。何？早速なんかいたけど、やべ、ピンタはね、あれなんだよ。いや、伝わるか分かるか。うわ、くそ、マニュアルマニュアルマニュアル。あー、くそ、見失った。お、小雨、映像ビタキか、小雨ビタキか。小雨ビタキっぽいな。小雨ビタキ発見、めちゃくちゃ久々、早いな。皆さん、小雨ビタキ発見しました。夏鳥ですね。喉。この時期ね、よくね、小雨びたきもうろうろ動き回ってるんで、今日ピンと合いづら。目がね、大きくてめっちゃ可愛い小鳥なんですよ、ヒタキの仲間でね。ただ動きが本当にアクロバティックが過ぎて、エナガ並みに撮りにくい小鳥なんですが、止まってくれてればね、撮りやすいんだが。いや、こんな感じでね、気配がなくてもいきなり野鳥が現れるのがこの秋っていうシーズンなんですよね。鳴かないから気配が全然ないんですが、立ち止まってみると意外とこうやって小鳥がね、うろうろしてたりするんですよ。もう一回出てこないかな。お、ここの林道、ちょっとした小川流れてますね。林道の中でもこうやって水気がある場所っていうのは野鳥多いですよ。植物の種類も多いですしね。これは期待できるんじゃないか。早速ちょっと霧っぽくなってきましたね。いや、秋だな。でもこうやって霧の時ってね、光が柔らかく拡散されて意外と強すぎないいい感じの太陽光になることがあるんで、霧の時の撮影もね、結構楽しいです。あ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。ストップ。なんかキツツキいる、キツツキいる。あ、あ、違う。あ、リスだ。日本リスだ。うわ、めっちゃ久々見た。日本リスがいますね、皆さん。夏毛の日本リスかな。めっちゃキツツキだと思ったわ。かわいい。久々に見たな。ピンと合わないね、今
小雨びたきいきなり見えて幸先めっちゃいいじゃんって思ってたら、これはあれですね、入り口が一番野鳥見れたよあるあるのパターンですね。全然野鳥いなくなっちゃったな。お、エゴノキだ。山柄来ないかな。やっぱちょっとまだ早いかな。やっと鳥見つかったぞ。なんだ、何がいる。あ、見失った、畜生。いや、いたけど早っ。カラ類かな。さて、最初の小山エビタキぐらいで野鳥にはあんまり出会えなかったんで戻っていきましょうか。皆さん、こういう出かけて野鳥に出会えなかった時って皆さんはどうしてますか。僕はだいたい、ネミゼミうるさいな。今ちょっとあの喋ってるんで、一回あの声量落としてもらってもいいですか。すいません。で、皆さんはこうやって野鳥に出会えない時ってどうしてますか。僕は基本的には環境をガラッと変えるんですけど、なのでちょっとこの後はね、どうしようか、川にでも行きますって感じですかね。とりあえず移動していきます。ちょっと冬はまた来てみようかな。ここの林道ルリビタキめちゃめちゃやってきそうな気がする。結構ね、ヤブも多いんで来るんじゃないかな。お、山椒生えてる。山椒ですね。うなぎのかば焼きとかにかけるやつ。うなぎ食いてー。お、みんな見て、アケビだ。アケビ、アケビって知ってますか。皆さん食べたことあります。この中ね、結構なんか種がいっぱいぶわーって詰まってて、その周りのね、なんかなんて言うんだろう、ね、ネバネバというかヌルヌルというかがですね、食べれるんですけど、それがめっちゃ甘いんですよ。まだね、開いてないですけど、これがね、こうパカーって開いてきて食べれるようになるんですよね。めっちゃ甘いんですけど、あんま食べるところはないんだよな。おいおい、しょげんなって、顔上げろよ。きっといいことあるよ。今キバシリ見つけたぞ。絶対キバシリいたぞ。今いた、キバシリだ。嬉しい、久々に見た。キバシリ、コゲラみたいな動きしてるやつがいるなと思ったら、皆さん、キバシリですね。あれ知ってますか。キバシリっていうね、本当にちっちゃい、こんな感じでうろ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 木を動き回る鳥なんですけど、今は木の皮の虫を探してますね。うわー、かわいいな。背中から見ると本当に保護色で、写真撮ってみますか。お顔が見えないわ。でも珍しい、キバシリがこんなしっかり撮れてるなんて。かわいい、本当にかわいい。こうやって木をね、うろ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 、あら、動いて下の方にね、また移動していくんですけど、あ、ちょっと写真撮りたい。どうだろう、写真撮れたかな。ちょっとね、また確認していますけど、こうやって木の隙間にいる虫たちをこんな感じでね、食べていきます。怖いな、今横スズメバチ通ったな。秋の森はね、スズメバチもいっぱいなんで、皆さん気をつけてください。危険がいっぱい。珍しい、こんなに木走り長いこと取れてるの、みんな奇跡ですからね。というわけで、木走り写真撮れました。いやー、なんか久々にちゃんと野鳥の写真を撮った気がする。こんな感じでね、なんか天地逆になったみたいな感じの写真にはなってしまいますが、木走り本当に撮影が難しい野鳥、10本の指ぐらいに入る野鳥ですからね、めちゃめちゃ撮るのが難しいんですけど、あんな感じでこう木をですね、ぐる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 回って、また木の下の方に降りて、そこからまたぐる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 登っていくみたいな、そんな感じの動きをします。キバシリを取るならやっぱり冬がいいですね。冬だとね、葉っぱも少ないんで、結構ね、キバシリいると簡単に見つけることができますんで、冬の森もあの、ぜひ出かけてみてください。あの、ミンミンゼミちょっとまたうるさいな、喋ってるんで、あの今で、やっぱこのエリアなんだよな、あの最初のエリアです。あ、山から来た。ちょっと撮りまーす。
山柄ですね、皆さん。まあ、ピント合わないんですけど。暗すぎるのかな。マジで合わねえ。マジで合わねえ。どうなってんだよ、本当によ。ソニーさんよ。山柄も写真だけは撮らせてくれました。まあ、ほぼ真上だし、これといって特に面白いあれでもなんでもないんですけど、まあ近かったんで結構しっかり鮮明な写真になりましたね。やっぱここめちゃめちゃ鳥の気配するな。ここで最後もうちょっと粘ってから移動していきたいと思います。できた。かわいい。本当にこの背中はめっちゃ茶色なのにお腹がね白いのがねたまらんですよね、本当に。そして木走りめちゃめちゃ鳥認識合いづらい。もうカメラ鳥として認識してない。写真撮ろう普通に。おお、山からやっと撮れたよ。何食べてんだろう。エゴノキかな。エゴノキっぽいな。もう食べれるそれにしても、この森ほんとエゴノキ多い。もう山形大歓喜じゃん。一生懸命食べてますね。多分エゴノキ食べてるんでしょうけど、わかんないな。ちょっとちょうど本当にちょうど足元見えない。エゴノキにはね毒が含まれてる。エゴノキの実にはね毒があるんですけど、山柄はその中の種子を食べるんで関係ないみたいですね。でもエゴノキ食べるのって山柄しか本当に見たことないんで、こうやってニッチを取っているんですかね。お、捨てた。さて、ちょっと川にやってきてみましたけどね、特に何かいる感じではないかな。と思ったら対岸の川岸に何かいますね。なんだろう、あれコチドリかな、イカルチドリかな。遠すぎてちょっとわかんないんですが、イカルチドリっぽいかな。というわけで多分イカルチトリですね。コチトリはねもうちょっと目の周りの黄色いアイリングがよく目立つんですよね。で多分幼鳥ってわけでもないような気がするので、多分イカルチトリの成長じゃないかな。これはカメラ眺めないと気づかなかったですね。とはいえこれ以上は特に何もいる様子はないから、ちょっとまた移動するか帰るかどうしようかな。お、今度あんな激流をセクロスペキレイがやってきましたね。怖くないのか。岩についた虫食べてるみたいですね。いやー目ざとく見つけるもんだな。何がついてるんだろう。なんかセグロがやってきましたね。かわいい。なんか泣いてる。どうしたどうした。足に乗った。今に驚いてちょっと飛び上がった。かわいい。さて最後ちょっとまた別の林道に立ち寄ってみてるんですが、ここもちょっと夏って感じの雰囲気じゃないっすね。冬はめちゃめちゃ良さそうで、今は枝の奥でいっぱいカラ類の幼鳥がピヨピヨ言ってるんですが、ま
またちょっと冬にね、ここも来てみたいなって感じのところですね。それにしてもカラ類も混群を形成し始めてますね。混群っていうのはこういくつかの種類がね一緒になって行動することなんですけど、カラ類はこの混群を特に作りやすくて、コゲラとかメジロとかシジュウカラとかヤマガラとかですね、一緒に行動することが結構あるんですよ。ヤマガラヤマガラ、ほらみんなねもう泣いてます。いっぱいヤマガラが多そうですね、ここは。と思ったらヒガラもいっぱいいましたね。ヤマガラと思ってとっさに取ったらヒガラでした。かわいいな、たくさんの種類がいます。本当にヒガラが結構多そうですね。だいぶヒガラも下の方に降りてきたのかな。普段ね標高の高いところにもっといますけど、結構下の方に降りてきた印象ですね。この感じはせいぜいここ標高多分 200m ぐらいなんで。いや待って、ここすげえ数のツバメがいる。さっきねここに何羽止まってた、50羽ぐらいここの点数に止まったんですけど、多分みんなツバメの幼鳥ですね。かわいいな。そう、ここにねめっちゃ止まってたんですよさっき。今みんな飛び回ってるんですけど、今もう空中もすごいことになってますよ。あー、ハエがハエがハエがうるさい。めちゃくちゃいるな。うわー、それにしてもなんか空がまだ、雲がまだ夏ですねこうやって空を映しててもちょいちょいツバメがヒュンってこう前を飛んでいくの分かりますかね。それくらい今たくさんツバメいるんですよね空に。はい、というわけで今回の単調いかがだったでしょうか。いやー、渡り鳥見に来たんですけどね、なかなかどうして渡り鳥はやっぱりいなかったというか、ちょっとあんまりいい木の実を見つけられなかったんで、またリベンジですね。冬にね良さそうな林道はたくさん見つけられるんですけど、やっぱ夏だと結構難しいですね。もうちょっと標高の高いところの林道じゃないとまだダメかな。まあでもこれからどんどんね渡り鳥たちたくさん見られるようになってくるので、まだ諦めずにたくさん探していきたいと思います。それでは本日はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやー、のびのび放牧されてんな。こんにちは。こんにちは。